六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。六条合戦。義昭様を無事に京に送り届けたことだし、これで少しは天下も落ち着くかな。そうはいくまい。将軍位につかせたとはいえ、力なき将軍家に忠を尽くす者がどれほどいるか。だから兄様や長政様が助けてあげるんでしょ。今はそうだな、助ける価値のあるうちは助ける。あ、それってどういう。今日の松永久秀殿より急死が参りましたぞ。今日追われた三好三人衆にまたも不穏の動きが。長政、直ちに兵を率いて京へ向かうぞ。あ、不穏の動きったって援軍要請はまだだろ。今日は遠い、今から動かねば間に合わん。まだ将軍が撃たれては困るのでな。志を見せるぞ。一、義昭様のいる本国寺までもうすぐだ。これで何も起きてなかったらとんだ骨折りだな。いえ、進むほどに嫌な匂いが濃くなっていく。これはもう始まっているわね。さすが大方様、俺もそう思います。物見を放つまでもないか。時は一刻を争う、先を急ぐぞ。久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。信長殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。信長が現れたなど、なバカな。どうしておれん。急ぎ義昭を討つのだ。信長殿、私はここだ。早う助けに参れ。三好め、俺の留守を狙ってきたか。この木に叩き潰しておかねばなるまい。三好三人衆がいる限り都は落ち着かねえ。俺が絶対に倒してやる。このままでは押し切られてしまう。援軍を呼びに行かねば。敵に何やら不審の動きあり、懸念の種は排除しておきましょう。討ち死に。
悔しいが、ここまでか。見事。しかし、無茶はほどほどに。俺の出番だ。やれやれ、信長様が間に合ってなけりゃ今頃どうなってたやら。これが俺のやり方だ。ここは引こうか、あるまい。尋常に勝負いたせ。親父の加勢で流れが変わった。やっぱり親父はすげえ。俺も頑張るぞ。ご無事ですか、義明様。金獄の書をかき集めて汗さんじましたぞ。まずい、いよいよ厳しくなってきたぞ。まだ諦めるには早い。義明を直接狙え。斎藤殿を援護せよ。一気加勢に攻め立てるのだ。また敵が現れたのか。もう俺たちだけじゃどうにもならねえぞ。急げ。直ちに三好方に加勢せよ。続け。急げ。急げ。待たせたな、光秀。信長様の予感的中だ。本当に戦になってるとはな。長政殿まで来てくれるとは。縁もすまない。だが心強い。しのげたか。よっしゃ、今度はこっちの番だ。耐えた分しっかり暴れてやるからな。これが俺のやり方だ。耐えきれん、引かせてもらう。その技俺にも教えてくれよ。
か。見事。しかし無茶はほどほどに。助かった。ご加勢かたじけない。さらなる襲撃に備えておく必要があろう。守りをもっと固めておく。形勢逆転というわけか。まあよい。砦にこもれば指物信長も手は出せまいで。うちにこもり手駒に戦わせるか。腐り果てた者の不もどきめ。よし、目障りな敵は全て退けたな。前線をさらに押し上げるぞ。開門。我が理想の世に腐敗した輩は不要。さような異物は焼却がよい。みんな家計をしたください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。怪しげな兵がいるぞ。討ち取ってしまえ。策の準備を進めている間、俺たちは派手に暴れて敵の目を引きつけておくか。なし、入れ。織田の援軍か。ここから先は通さぬぞ。これでは進軍できないぞ。おお、味方が加勢に来てくれたか。見事な。苦戦救援庫。目を引こうと思ったがダメだったか。策の準備は大丈夫か。作兵がやられましたか。ではもう一度です。
められる。これより各地の味方に加勢する。起点救援行にございますな。耐えきれん。引かせてもらう。俺の出番か。この浅い長政が討ち取った。叶う相手ではなかったか。なんと見事な。敵将、私が倒したよ。悔しいが、ここまでか。及ばずか。お見事にございますな。怪しげな敵兵がいるぞ。討ち取れ。見事な。俺の出番か。みんな準備はよろしいか。放ちなさい。家計だと。くそ、砦にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。なら迎え撃つのみ。
敵将、この浅井長政が討ち取った。叶う相手ではなかったか。もののふは、すべからく核あるべし。敵将、この浅井長政が討ち取った。ここは引くほかあるまい。敵将、私が倒したよ。ここは引くほかあるまい。輝かしいご活躍、さすがでございます。焦らせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。まさか信長様に来ていただけるとは。いや、本当に助かりました。我らだけでは危うい戦だった。久秀殿があらかじめ信長殿に知らせていなければ。この戦、一番の手柄は久秀だったようだな。久秀、よく知らせてくれた。三好三人衆とは因縁の間柄、常に気にかけておりましたゆえな。やつらは過去の栄華にすがるだけのクズ。これでようやく掃除が叶いました。で、あるな。信長殿、遠くからよう駆けつけてくれた。私を大切にしてくれていること、心から礼を申すぞ。この機に、そなたを副将軍に推挙したいと思うが、もちろん受けてくれよな。俺にそのような大役は似合いますまい。それよりも、今日の守りをより堅固にしなくては。そうか。世話をかけてすまぬな。もったいなきお言葉。ではこれにて。将軍様との謁見はもう終わり？ずいぶんと早かったわね。将軍と長話するいとまがあるならば、俺は機長と話していたいからな。嬉しい。ねえ、外に出ない？あなたに見せたいものがあるの。まあ、いいだろう。綺麗。ほう、この戦火を耐えたか。このぬくもり。
いつかは続けてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一心なら、あなたが守り抜きたい希望って？俺にとって大切なものたち、もちろん貴重、お前もだ。笑うか？らしくないと。ああ、笑うね。とんだお笑い草だ。みつき。けどそれでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、な、機長さん。もう。ハハハ。